さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。ミュージックビデオみんな見たかね。ショートバージョンだけど、はい、先週はですねウルトラサーバーが爆発してしまいまして、あそう、ね、今週は果たして普通に研究できるのかと。大丈夫、俺がちゃんとの自腹切って、あれ校長でも俺はもう直してる、校長がじきじきで直したってことですか。で自腹で業者頼んでやってもらってるから、32,000PTA かかってるけど、お金の単位変わるんですか。32,000PTA です。初めて聞きました、そのシステム。それで OK だから。えってことはPerfume研究に請求がいくってことですか。いや俺が全部。あそこはね、 32,000PTA。 ちょっと額が分かんないんだよな。なんだそれ。ごめんよ。楽しんでもらう、ね、ファンクラブの名前。いやそれ分かる、分かったよ。 YEN って言うじゃん、日本の円だとね。Perfume ロックス、あっPerfume Lux starring Perfume。 私の故障中に届いた書き込みを研究せよ。ウルトラサーバー治ってるね。本当だ、治ってる、普通にやってる。ああウイルスに感染しました、今日休みます。あったね、ちょっと回想シーンみたいになってたけど治ったみたいです。よかったね。先週は確か私がお菓子のうまい開け方を研究せよ、うん、であーちゃんがチーズのとろみを研究せよ、うん、でのっちが長時間座っていてもお尻が痛くならない方法を研究せよという自由研究のお題発表したんですが、あった、うん、なんか今日はその中から、うん、菓子床のお菓子のうまい開け方についての書き込みが届いてます。だって分かってくれる人いた？いたね。いたってこと？いたね。嬉しい。千葉県20歳女の子、ラジオネームシュガーちゃん。シュガーちゃん、ゆかちゃんがお菓子の開け方に困っていると聞いて、はい、とても簡単で家にあるもので誰でもできる方法があるのでぜひやってほしいです。わすごい。でね、やり方が書いてあります、はい、10円玉を2枚用意する。10円玉2枚に菓子袋の切れ目を入れたい部分の前後を10円玉で挟む。え？前後？はい。で、2枚の10円玉がクロスするように前後にスライドさせる。あ、前後にスライドさせると滑らかに袋が破けて袋が開けられると思います。本当？これで私も袋が開けられたのでおすすめです。だそうです。え、開けられるとは思うけど。そうよ、そこね。うまい開け方を今週望んだんよ。いける、シュガーちゃん。ね、その10円玉使った開け方って初めて聞いた。これちょっとやってみよう。やってみるか。ここに用意してくれてるけど、これを10円玉を開けたい幅。そうだね、切れ目入れたい部分の、こういうこと。え、こういうこと。そうだね。で、ほんと。いいよ、今のとこ。うん、はぁ、ここよ、ここ。ここよ、ここ。そこの話？ここ、こっから、こっから、ほら、あ、ほら、ほら。あ、そこなんだ。いや、開くよ。そりゃ開くさ。切れ目のところはすっごい滑らかに切れたよ。開きのね、開くときはこの10円玉というこの硬さが支えになるんだけど、私が言いたいのは開き口だけじゃなくてその先なんだな。そうなんだ。ね、もうちょっと見る。だから10円玉をこう常にニョインってなりそうになったら、なるほどね。結構硬いの。すごい綺麗に切れるね。でもそう、そこから、そこからも10円使ってくよ。え、待って、全部10円ずらしてんの。うん、あ、あのね、今途中で10円の前後使ったんだけど、また綺麗に切れた。今半分までいったね。そっからや、そっから。なんかやっぱ持ち直さなきゃダメってことよね。そっからまた10円前後やるよ。一回袋の綺麗なこう形に整えて、開けやすく。あ、どうですか、ゆかさん、これ。いや、それ何回も持ち替えたらさ、最後まで10円前後やるよ。はい、来た。来た。あー、確かに結構まっすぐ。いや、それそういうことなん。これに関してさ、新しい提案をしたんだけど、いい？何？いいよ。これね、なんか教えてもらったんだけど、うん、そのパーティー開けをしないで、はいはいはい、置けるお皿になるよ。すごい。すごい。これだから、そこ
からどんどんお菓子を上に押し上げて、うん、でもうここの上のカットはやっぱり横に開くことによると、うん、それ、うん、ね、そこに切り口があるけんこう行きたくなるんだけど、そうするともう物がベロンと出てきたりとか、うん、それを気にするんよね。いや、そうなんだけどさ、うん、もう私が言いたいのはこのとても開けやすいギザギザじゃないのよ。あれ ?1 個しかないさ。もうワンチャンスのやつ。あの和菓子とかにあるやつ。紙の？そう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 。紙っぽいやつ。そう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 。ああ、ね、ああいうやつがニョイーンってなったり、ピッってなって、この開けやすいお菓子の袋の話じゃない。これは開けやすかったんだね。そう。これはだってどこからでも開けれる。これちょっとじゃあスタッフの問題じゃん。用意したお菓子の問題だ。ああ、うん。だからシュガーちゃんはね、悪くないね。すごい良かった。すっごく開けやすかった。まあじゃあお菓子のうまい開け方。うん。奥が深いかもしれないんで、これちょっと引き続き研究ですね。そうだね。みんなに意見聞かせてほしい。皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。さて、私たちパフュームですが、3月14日にニューシングル無限未来がリリースされます。はい。そのミュージックビデオが公開になりました。やっと見てもらえた。嬉、ね、しい嬉しいね。こちらハーフ公開ってことなんですけど、うんうんうん、最近撮った気がするよ。すっごく最近だった。確かにね。あのアーティスト写真、うんうんうん、次の曲が無限未来ですって言って一緒に撮った写真とか、うん、もうほとんど取って出しでしたよね。そうだったよね、うんうん、3日後ぐらいにはもう、うん、そんな速さで出せるのっていうくらい早かったよ ね、うん、やれるんだってなっちゃったなっちゃった、ちゃったね。やれるね関さんってなったなっちゃったよね、うん、まあこちら海を越えて、はい、うん、海外に撮りに行きました。はい、いろんなロケーションで、うん、大自然の中でね、うん、一人ずつ違う場所で、結構ダンスビデオになったかな。うん、そうかもね。ストーリーを追っていくというよりかは、うん、ダンス踊ってるシーンが多かったですね。そうだね。そうかも。で、一人ずつの、収録、うん、が多かったから、うんうん、二人のシーン見るのが本当楽しみで、うんうんうん、この上映会の時もものすごい盛り上がりだったよね。そうだね。確か本当に綺麗で景色が、うん、二人も素敵だったし、すごいいい感じだよね。ぜひ見てほしい。なんかいつもはスタジオで撮影してるので、うん、始まりがあって終わりは一応あるんだけども、うんうん、無限に撮れちゃうんですよ、うん、その工程表はあるけれども撮り続けられちゃう、うんうん、ちょっとストイックになっちゃうよね。けど、うん、もう今回は外で日の時間があるから、うん、こだわってられないというか、うん、でもこだわってる私たち常にそれでやってきた、うん、っていうせめぎ合いが結構あって、うん、結構爆踊りしたんで、うん、だからなんか何度も何度も踊ったけど、うん、いいところをね使ってもらって、うん、ニューシングル無限未来のビデオぜひ見てください。たくさんの生徒からの依頼、無限未来のテレビ初披露の感想を無限に研究せよ。無限未来の感想は無限に紹介するっていうルールになってるのかな、ね、うん、基本させてもらえるならやりますけど、まあ、嬉しいですけどね、うん、いい？いいんですかね。やっちゃうよ。じゃあ、うん、じゃあ読みますよ、うん、栃木県17歳女の子、ラジオネームバナーナーちゃん。バナーナー見ました。あ、無限未来、これテンション高いですもう本当にすごくって息を飲みました。へー、細かいリズムの洗練された音楽と、うん、大きく広がっていくような美しいダンスと、うん、お三方の素敵さと色っぽさがうまく混ざってもうすごいです。すごい。てんてんてん、びっくりマークの多様です。オンパレードですね、うんうん、17歳が息を飲むってすごいね。すごい素敵な表現、うん、やっぱ出ちゃったよね、素敵さと色っぽさ自分で言う自分じゃないでごめん嬉しいよ。嬉しい。大きく広がっていくような美しいダンスってすごい嬉しい。あ、そうだね、うん、なんかイメージが伝わってるというか、うん、表現したいことが伝わってるんだなって感じる。確かに確かに、よく見てくれてる、ね、ありがとう。リズムも細かいけど、うん、サビになると落ちるもんね、うんうん、だから差が面白いから、うん、
楽しんでほしいですね。はい、じゃあ私読もうかな。はい、兵庫県の17歳男の子、ラジオネームリンタモンドは砕けない。砕けない。無限未来最高でした。ありがとう。まず衣装がまたいい。めっちゃ綺麗でした。そしてダンス、スローな感じかと思いきや緩急がすごいすごい。緩急ってところでは If You Are Not と近い感じもあったけど、雰囲気が全然違って新鮮でした。おお。そして好きなダンスの振り付けで桜井さんとおげんさん、うん、あーそうだ、うん、話してくれたね、うん、うんうん、おげんさんのセレクトがマジで最高、うん、スイートドーナツを押してくれたり、ラブザワールドのイントロってまた細かいところを好きって言ってくれたり、めっちゃ愛感じますね。いいね、リンタモンド。めっちゃ面白いね。ありがとう。あーちゃんの言葉みたいになってる、ね、すごい喋り言葉、ね、似てるね、面白い。そうそう、トークでね、うん、好きなダンス、好きな振り付けについて出演者でお話しする場面があったんだけど、うんうん、その時に桜井さん、嵐の桜井さんと星野源さんがパフュームを上げてくれて、うんうん、で桜井さんはチョコレートディスコで、うん、そう、源さんはその時ラブザワールドの、しかもミュージックビデオだけのね、うん、振り付けを上げてくれて、うん、いや細かいな、てってってってやつね。そう、よく知ってるよね、だってビデオのイントロでしかやってないから、うん、ビデオ見てないと知らないしね、うん、すごい。それが好きって言ってて、それを普通のパフォーマンスでは踊ってないんですよって言って、ね、言ってたよね、それも知ってて、なんだよ好きだな好きだなって嬉しいよね。嬉しかったね。おげんさんもやっぱりみきこ先生のね、振り付けの先生のファンでもやっぱあって、うんうん、でそれで自分でオファーして、うん、ビデオにもね、うん、イレブンの子たち出てたりとかして、うん、まあ、恋ダンスのね、ドラえもんもいいしね。ドラえもんもいいよね、可愛い振り付け。もうあの場にいる人たちみんなダンスが好きな人、うんうん、だから本当に気持ちいい。そう、楽しかったよね。1曲目の三浦大知さんから、うん、みんなふわーっふわーみたいな本番中あんななんないんですよ。そう、うん、海外のアーティストさんが来た時、うん、やっぱさすがにレディーガガさんやった時はふわーって感じだったけど、あるけどね、それ以外はやっぱり日本人なんで静かにしてなきゃみたいな精神が出ちゃうんですけど、うん、でも三浦さんはね、もうみんなバキバキに上がって、うん、ね、あの嬉しいよね。嬉しかった。あ、いや楽しかった、楽しかった。じゃあ続いて兵庫県の14歳男の子、ラジオネームバイオリニスト KO、うん、やばいです。無限未来、ダンスかっこよすぎ、衣装の色気がすごい、いろんなとこ透けてるやん見てるね兵庫県かっこいい中に女性らしさが入ってて好きです。ちょっとフラッシュの衣装と似てるかも。とにもかくにもめっちゃかっこいいです。ありがとうございます。KO ありがとう。ありがとう。嬉しい。透けてる。確かにいろんなとこ透けてんのよね。いや、よく見たね。見てる。なんか今回はその海外で撮影して日の光を浴びて撮るっていうのを決めてたんで、その日の光が透けるような素材だったり、うんうん、色にしようっていうことで、うん、まあ、黒を選んだんだよね、うんうん、だからまあスケスケですわ。スケスケです。だいぶ透けましたわ。だいぶ、うんうん、3人とも違う透け方だから面白いよね、うん、そうだね、うんうん、ビデオでも出てるけどその差とかが、うんうん、そうだね、揺れ方とかもね違うけど、うん、なんか統一感があって、うんうん、大人っぽい感じ、あれ全部ね既製品だもん ね、そうなの、ある洋服なんで、うんうん、それをなんか合わせとか、うん、であんな風に統一感になるのやっぱりすごいね、うん、ね、フラッシュの衣装と似てるってすごい言われる。まあ確かに似てるのかな。そのミュージックビデオの監督も衣装のスタイリストさんも同じ人、確かに同じタッグだね。すごいね。確かに、でもね狙ってやったわけじゃ全然なくて、うん、ただでも私の衣装が確かにちょっと似てるかも。袖があって、うんうん、あの素材感、スカートの長さとかもかな、うんうんうん、そうかもね、確かに、うん、確かに。でもブーツだしね3人とも、ね、印象違うよね。そうなんですよ、うん、だいぶ違うと思う。新鮮、自分たちでも、うん、ね、うん、まあ3月の9日にもミュージックステーションさん出させてもらいますので、うん、よければそちらも見てみてください、はい、お願いします。ということで Perfume ニューシングル無限未来3月14日リリースです。
M ステアゲイン、 M ステアゲインね。そして無事に研究できてよかったですよ本当に。え、無事に研究できてよかった。ああ、あのあれで治ったってこと。ウルトラサーバーが無事に治ってよかった。ああ、これが 32,000 PTA 払ったから。それ PTA って額、これね、やっぱ無限未来の俺ビデオを見て、ミュージックビデオ、まあアーシャもだし、はい、曲もだし、ビデオを見て、うん、まあ今までずっと見続けてきたパフュームではない新しいパフューム、はいはい、また見ることできてんなって、まあ率直に思って、うんうん、やっぱその自然とパフューム、そうですね、ビデオじゃん。だけど、はい、あ、思い返したらあれでもかすかな香りのビデオとか、うん、リラックスインザシティとかも自然の中のパフュームだったから、はいはいはい、自然とパフュームは見たことあったはずなのに、うん、だけど無限未来を見た時にわ、初めてのパフュームって思えたってことは、はい、今までのその3人そこからもさ、いろんな意味があるわけで、うん、で背負うもんだったりとか感じるものとか、うん、もちろん楽曲の力もあるし、そう組み合わせてるものは一緒なんだけど、はい、全然また違うなっていうのを思ったビデオ見て、うん、僕もなんか勝手に曲のイメージでなんかすごいデジタルな雰囲気の撮影があるのかなとか、うん、なんか CG がすごいとかそういうことなのかなと思ったら、うん、ものすごい景色の前で踊って、うん、しかも僕なんか風吹いてんのすごいなんかかっこいい、なんかわかんないすごいかっこよさを感じてしまって、うん、その大自然とパフュームがなんか自然のものと一つになってる感じもちょっとしたし、めちゃくちゃ素敵でしたね。金曜日の M ステアゲイン、うん、からの3月14日にパフュームのこのニューシングル無限未来、はい、リリース。明日のこの時間はスクールオブロックの新露出の代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス、スクールオブロック。